長距離対艦ミサイルはアメリカ海軍と国防高等研究計画局により開発されている対艦ミサイル。ハーブーンの後継として計画されており、生産はロッキード・マーティン社によって行われている。ローラザムは GPS や戦術データリンクなど外部の情報システムとの連接が立たれた状態においてもミサイル搭載の測定システムにより自律的に 攻撃を実施できることが求められている。この測定システムは、明確な目標識別、移動目標に対する精密攻撃、敵対的環境における、初期目標の確率能力を有するものとされている。これにより、このミサイルは、敵のハードキルを回避し得るよう設計されている。開発は2つの異なる設計案に基づき、2009年より開始された。 前進作として開発されたローラザム A は、ロッキード・マーティン社の長距離空対地ミサイルである、エイジム -158 ジャスム ER の弾体設計を流用したアオンソク巡航ミサイルであり、同社を主契約者としている。ローラザム B は、より先進的なものとして計画され、ロシアインド共同開発のプラモスと同様に、ラムジェットエンジンによる超音速性能を狙っていたが、 2012年1月にキャンセルされた。模擬弾によるローラザムのセンサー部の試験は2012年5月より開始されており、また2013年中に3回の空中発射試験が2014年中に2回の地上、水上発射試験が予定されている。2015年、ローラザムはイジム -158C の形式番号を与えられた。2018年、ローラザムは 初期作戦能力を獲得した。ローラザムは B-1B や F、A-18E、F、F-35 などの航空機のほか、アメリカ海軍や海上自衛隊など、各国の水上戦闘艦に広く搭載されている Mark41VLS からの運用にも対応する予定である。ありがとうございます。